フレームショップで11月、12月、ウィンターセール開催、ミニベロが安くなってるので、車体紹介しまーす。自転車技術声優の岡田正孝です。フレームショップ、フレームが運営する EC サイトですね。こちらでですね、11月、12月、ミニベロがめちゃめちゃお買い得になってるらしいんですよ。その車体、実際に物見ながらどんな特徴があるのかとか、どんな車種なのかっていうのを紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、で、車体こちらですね。ターンというブランドから紹介させていただきます。リンク D8 ですね。になってます。20インチの折りたたみのミニベロですね。まずフレームなんですけど、アルミでできておりまして、この曲線美といいますか、このトップチューブからシートチューブに向かうこの流線形がすごく特徴的な形をしていますね。コンポーネントなんですけど、ブレーキが V ブレーキついております。前後 V ブレーキですね。パーツとしては軽量で、なおかつ制動力もしっかりありますので、メンテナンス性もよく取り扱いのしやすいブレーキかなと思います。ディレイラーはクラリスですね。フロント1段後ろ8段の変速となっておりまして、クイックリリースの仕様となっておりますと。重さがですね、12.1キロで、折りたためるので、車に積んだりとか、専用の輪行袋とかですね、ご用意いただけると電車だったりとか車で持ち運びもしやすいよというようなモデルになっておりますと。で、適正身長なんですけれども、下が142から上190センチの人まで乗れるんで、岡田も大丈夫ですね。結構小径車ってね、身長体格ちっちゃい人向けなのかなって思いがちなとこあると思うんですけど、実はですね、このジオメトリって言います、その自転車の形というか乗車姿勢ですね、これに関してはしっかり工夫されておりまして、どんな身長の方でも乗れるようなものってもしっかりありますので、身長高い方だったりとかですね、体格のいい方でも安心して乗れるかなと思います。で、特徴的なのがここですね。このハンドルのところのこのレバー、これがねすごいですよ。工具不要で理想のポジションを調節できる、人気のアンドロスステムっていうんですけど、これを標準装備ということで、高さをですね変えることができるんですよ。こうですね、こんな感じで、すごい高さとか角度をね自由自在に変えることができます。これ締め付けの強さなんかもネジで調整できるようになってますので、例えばさ、ほら、こんな感じで、めっちゃ低いみたいな、めっちゃ低いみたいな感じにしたり、高くして、こう、状態が起きる感じにして乗りやすいよ、みたいなことができるんですね。へー、これしかも操作めっちゃ楽だな。いや、これ画期的ですね。え、いいな、このステム。俺のミニベロにも、これ欲しい。通勤だったりとかですね、お買い物だったりにも使いやすいっていうようなモデルになってるかなと思いますと。で、小径車といえばですね、やっぱりその走り心地、乗り心地ですね、特徴としては、フレームでは結構小径車触れてきてたりするんですけれども、タイヤがちっちゃいのであんまりこうスピード出ないとか、でっかいタイヤの方が速く走れるみたいなイメージ持ってる方いらっしゃると思うんですけど、ご安心ください、大丈夫です。というのもですね、ギアの比率だったりとかで、一漕ぎあたりの距離っていうのはある程度この長くなるように調整されておりますので、特にこのぐらいのクラスになると、きちんとしたブランドのものになると、そういったところもしっかり考えて設計されておりますので、タイヤがちっちゃくなったからといってあんまりにもシャカシャカ漕がなきゃいけないみたいなことはあんまりないので、ご安心くださいと。本体もね、一般的な自転車に比べるとすごく軽くなってますので、むしろ小径のメリットとしては、漕ぎ出しや上り坂なんかですごく軽く走り出せるっていうのが強みになります。都市部だとね、ストップ&ゴーが多いかなと思いますので、信号で止まって、でまた走り出そうとか、ちょっとしたアップダウンですね、そういった時に小径車の魅力というか、走り心地の良さっていうのは感じれるんじゃないかなと思います。逆にね、あまりにもその長距離をビューンって飛ばすみたいな乗り方には確かに向いてないかなと思うんですけど、それは持ちは持ちやということで、そういう使い方されたい方はでっかいホイールのものをですね、お選びいただければいいんじゃないかなと思いますと。カラーバリエーションですね、シルバーとダークグレーの2色となっております。結構ね、こう落ち着いた色合いで、はい、かっこいい感じの見た目とカラーリングかなと思いますと。せっかくなんで、ちょっと折りたたみもやってみようかなと思いますと。どう？ペダルがないんですけど、シートポスト下げます。ハンドルを、よいしょ。あ、で、そうか、この時にあれか、これをうまいことやればコンパクトになるのか。はい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 、おーおー。で、フレームを、あ、なるほどね。で、ホイールをこう逆向きにします。
でマグネットでくっつきます。はい結構一瞬でしたね。こんな感じのサイズ感になります。まあ、専用の袋なんかもありますので、まあ、この状態でこう袋入れて電車持って行ったり車乗っけたりですねできるということ。じゃあ今度はちょっと組み立ててみましょうか。早いっすよ俺多分。いきますよ。せいせいせい。おらおらおら。はいめちゃめちゃ簡単ですね。もう一瞬で皆さん組み上げられると思いますと。気になるのがお値段ですね。お値段なんですけど、これ定価が10万と4500円と10万も超えてくる感じの価格になっております。でここがなんとセール 40% オフ62,590円と。いやーこれ6万ねいいんじゃないですか。だいぶお安くなってると思いますよ。他にもいろんな車種が安くなってるんですよ。例えば 650C でっかいホイールサイズですね、リップっていうクロスバイクだったりとかですね、他の折りたたみのモデルだったりとか、あとちっちゃいタイヤなんですけれども、20インチなんですけど折りたたみじゃないモデル、サージュってやつですね、とかターンの、モデルはですね結構いろいろお安くなっております。まあ、ちょっとここ物がないんですけど、特にターンのサージュですね、この辺はねグレードも結構いっぱいあるんですけれども、あの小径ロードって言われてたりして、走り心地もめちゃめちゃこうロード寄りな感じのものもあったりします。今回の11月12月のウィンターセール、ぜひサイトをご覧になってみてください。あの素敵なバイク見つかると思います。というわけでですね、こちらターンのリンク D8 でございました。はい、というわけでですね、今回はフレームショップで、11月12月ミニベロがめちゃめちゃセールになっておりますので、その車種を紹介させていただきました。ありがとうございます。移動手段ちょっと自転車考えようかなと思ってた方、めちゃめちゃチャンスです。ぜひサイトの方をご覧になってみてください。で今回もですね、動画の撮影に、サイクルスポットさんにご協力いただいております。今回紹介させていただいた車種とかですね、サイトの EC サイトの方に載ってる車種、店舗に在庫があることもありますので、もし実際に物を見てみたいと思った方はですね、ぜひお近くのサイクルスポットさんお問い合わせいただいたり、足を運んでみたりして、実際物があればぜひご覧になってみてください。でフレームではですね、今後も自転車に役立つ情報だったりとか、まあ、お得な情報だったり楽しい情報動画をお届けしてまいりたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、続きの動画もお楽しみにお待ちください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。